何でも心霊鑑定団の下花子です。よろしくお願いいたします。すみません、ゆきりねって言います。ちょっと今日は霊がついてるらしくて受霊をしていただきたくて、うん、元彼が忘れられないの、うん、私はもうちょっと忘れられたかなと思ったんですけど、うん、ちょっと見るね。はい。かっこいいって見てる。海馬に記憶たっぷり。海馬に記憶がね、ずーっと残ってる。まだダメですね、本当に。忘れられてなかった。全然忘れてないね。ね、動画ではいろいろ言ってたよね。そうなんですよ。で、昇進旅行ったり。そうですね。ね、いろいろしてみたけども。はい。やっぱり忘れられない。乙女ね。乙女。やだ、乙女。まあね、若くていいんじゃないの？あ、やだ。別に除霊しなくてもいいんじゃないの、うん、っていう話。逆に霊がついてるだけモテてるって証拠だからね。羨ましいわよね。やっぱちょっと次の恋愛とかね、考えた時、次ってね、今の子たちはホイホイ次の子で忘れようとするでしょ、うん、記憶を記憶で置いても根本的には意味ない、うん、だって黒のペンに赤のペン混ぜて赤になるかって言われたら赤黒になるでしょ。なんて違う。おっしゃる通りですね。そう、それと一緒なのよ。だから最終的には元彼なのか今彼なのかも区別がつかなくなって、はい、絶対に幸せな家庭は築けない。歯を見せちゃダメ。うん、歯人の笑顔に男は寄ってくる。はい、ね、笑わない。はい、虚無。そう、それじゃあ、もう除霊はしたいのね、今回は。はい、うん、ゆきさんが、まあ、除霊をしたいということで、元彼の除霊をね、していきたいと思います。よっ。最近は結構ポップにやってるの、我々は。そうなんです。最近 YouTube と言うよっ。いた子とかこの業界って本当に恐れられてるわけ。あー、だからちょっとでもね、人々に知られる。そう、ね、我々もキッズに見てほしいからね。これ子供向けどうですね。そう、探されてる。 YouTube も除霊した方がいいかも。まあ YouTube さんはね、うるさい、本当に。うるさい。言い訳を言わない。歯を見せるな。はい。トム。はい、はい、まあそれじゃあね、話も長くなりましたけども、はい、まあ除霊の方やっていきましょうか。はい、お願いします。はい、それでは度胸合唱。元カレ第三回バーセット、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 元カレ第三回バーセット。元カレが忘れられない。うん、そうね、わかるわよ。じゃあ落ち着いて。会話が、うん、記憶がね、会話に残ってる。わかるわよ。ただ落ち着いて、あなたはそれを受け入れる。受け入れることで、そう、前を向くの、元カレを受け入れることで、前を向く、スーッと抜けるから、記憶がスーッと抜けるから。はい、ここからが正念場よ。はい、次に行くわよ。はい、次。海馬から記憶抜ける。海馬から記憶抜ける。はい、3、2、1、海馬ポン。あ、抜けた。あ、ゆきこ、久しぶりやな。やばい。久しぶりやな。助けてください。ゆきこ。無理よ。会話にユキコ久しぶりだな。どうやったら脱出できるんですか。これは引っ越しだよ。俺は何してたの。はい、これが元カレなの、あなた。ということで、なんと花雪過去伝イベントが2022年3月の26日に開催することを決定しました。イエーイ。今回ですね、チケットの
の申し込み受付が11月の20日から開始となりますので、ぜひ皆さん応募してください。みんなに会えるのすごく楽しみにしてます。詳しくは、ね、概要欄にあるのでぜひチェックしてみてください。会えるの楽しみにしてるよ。バイバイ。あ、来たよ本当に。